のと同じ風景だし、ソニックを追っかけてた頃は楽しかったな。毎日が刺激的って感じ。血は筋肉踊る冒険の日々っていうの。なのにあいつってば、いつの間にか私の前から消えちゃってさ。ああ、なんかまたこうドキドキワクワクすることないかな。いきなり曇り？ひどい。予報じゃ雨なんて言ってなかったのに、やだな。あなたには指一本触れさせないんだから。しょうがないな、まったく。
こう。Welcome to Twinkle Park。
私の羽よ。回転ハンマー攻撃ができるの。アクションボタンを押しながら方向キーをぐるぐる回してみて。エッグマンとほんと最低よ。
とここどこ？そこをどけ。いや、このロボットさん、私たちを逃がしてくれたの。悪い人じゃないんだよ。だからソニック、やめて。エミ、わかったよ。なんか訳がありそうだな。時間がない。テイルスはエミを連れて先に逃げるんだ。ソニックは？俺はエッグマンを追う。あいつを放っておくわけにはいかないからな。ソニックったら、なんだかんだ言っても来てくれんのよね。ねえ、大丈夫？ここはもう危ないみたい。あなたもエッグマンの言うことなんか聞いてないで早く逃げなさい。なぜ、なぜ助ける？今度会うときは友達って言ったじゃない。この子もあなたのことこんなに心配してる。エッグマンのそばになんかじゃダメなんだからね。エミ、行くよ。ロボットさん、きっとまた会えるよね。
ばっかり。こんなんじゃダメだな。でもびっくりした、あなたがカオスエメラルド持ってたなんて。それじゃああんだけしつこく追いかけられるわけよね。あら、このペンダント、あなたの兄弟？まだあなたの兄弟がエクマに捕まってるの？よし、わかった、あなたの兄弟見つけてあげる。ここまで来たらもう何だってやっちゃうよ。ミスティックルーイに基地があるって確かあのロボットさんが言ってたわ。ミスティックルーイに行ってみましょう。ハンマーの攻撃範囲が広がるの。回転して使うと効果絶大よ。小鳥さん、
から逃げてきたんだから、もしかしてエッグキャリアの中にまだいるのかも。行ってみる価値はあるわね。スクエア行きでした。まもなく発車いたします。
私も頑張らなきゃ。エミーは自分のできることをやるわ。それでいつかあいつを振り向かせてやるんだから。それから追いかけてきたって遅いんだからね。Lucky